検索してみましょうか。あっちじゃね？あっち？サークルがこっちだからサークルの右上。もう地図の方向がよろしくないね。あっちの方だね。あっちの方。あったあった。これじゃね？ハンバーガー、あ、違うわ。違うわ、ハンバーガーに見えたけど、この右奥にあるんではないかと思います。あ、あったあったあった。ちょっとハンバーガー、ハンバーガー。あー、今からハンバーガーか。ちょっと9時、だからちょうどいいかな。9時に友達と会うんですよ。ご飯食べる約束してるんですよ。レストランで働いてるので、ね、終わるのが8、9時なんですよね。なので、まあ、ちょこっと食べてみようかね。あ、これか。これが A&W ね。このフロートね。フロートの。あの子供じゃない。これか。はい、ちょっとメニューを。これだ、フロートだ。友達がね、説明できたんだ。ね。はい。あとちっちゃいハンバーガー、どうせだから、あれ食べちゃうのかな。これいっちゃう、ね、これいっちゃおうか。せっかくだから。16.6、16.6 ってことは、450円ぐらいかな。もうちょっとちっちゃいでもないのかな。まあ いや、ちょっと探しますね。他にもあるでしょう。クリームを乗せました。でそれで、1ドル20ドルというか、はい、アップ、追加料金ですね。あとこれが税金か、ね、あります。はい、いや結構ボリュームだ。ボリュームじゃない、大きいな。美味しい、美味しい。あのハンバーグはね、結構直火で、味的にはバーガーキング的な感じ。これ美味しいな、このバーガー。で、これがフロートで、これ氷がないのね。氷がないんだ。氷入ってない。あ、すごいね、これね。
シア人が好きそうな感じだよね。あと僕ミャンマー人も好きだと思う。じゃあいただきます。食べちゃって感じちゃって、取れてなかった。ほぼ食べ終わりました。ごちそうさまでした。ハンバーグ美味しかったですよ。ただね、ちょっとね、熱々じゃなかったのが残念だったかな。で、ベーコンがね、リカリでした、ね。ただこれベーコンどうなんだろう。これね、豚肉？豚肉じゃん。鶏のベーコンなのかな。いや、危険だよね、本当にこれ。これで血糖値を上げて、ね。糖分たっぷりだからね。でそれでハンバーガーでしょ、カロリー高めでしょ、でさらにこれ油でしょ、カロリー高めでしょ、吸収力めっちゃ高いよね。おデブになる危険な食べ合わせだよね。でもこれビジネスモデル的には面白いよね。っていうのをさ、これ A&W のドリンク一択なんだよね、基本。で、普通だったらコーラとか、ペプシとか、ね、ファンタとか、コーヒーとかあるけど、で、こっちを主にするじゃないですか、バーガー的なものをね。ここはね、ドリンク一択だからね。で、ドリンクを主にして、こっちが主食にするでしょ。こういうビジネスモデルもあるんだなって思いましたね。面白い。こういう形もあるんですよ。はい、ごちそうさまでした。全部食べ終わりました。これ氷なしっていうのがすごいよね。普通氷いっぱい入るから氷がないから。あ、もうお腹いっぱいだ。もう9時まで絶対何も食べない。あと4時間あるから、まあ消費できるでしょう。今5時、ちょうど5時、まあ5時ちょい前ぐらい。ごちそうさまでした。美味しかったです。これを取ってもらいました。お店の前にあったんですけど、で私の後ろにね、誰もいなかったんでね。で、前の人にも、並んでた人に、すいません、取ってもらっていいですかって。旅の恥はかき捨てって感じだよね。まあ取ってくれた人も笑ってたよね。そりゃそうだよ、こんないい大人が。まあまあいい記念ですね。日本にはあるはあるけど、沖縄しかないらしくて、東京にはないみたいだから、はい、いや、ないみたいな、そんなないからね、はい、なかなか食べることができません。アジアに来たら食べるんですね。マレーシアにはいっぱいありますので、あそこマレーシア人がね、ハンバーガーね、今頼んで食べてるから、まあ、チキンのベーコンなんだろうね、これね。だから多分問題ないんでしょう。いや、なかなかカリカリして美味しかった、チキンのベーコン、これハンバーガー。じゃあ、これからどこ行こうか。ちょっと考えますね、地図見ながらね。